チェーンガンは、機関砲の作動方式の一つ。また、それを採用した、機関砲の通称。M 2ブラッドレイの、mm、砲ーの M242-25mm 法は64、D の M230-30mm 法。チェーンガンは、外部動力とチェーンによる結合で機関部を動作させるという方式。あるいは、これを採用した、機関砲の通称である。 M23030mm 機関砲や M242 ブッシュマスター 25mm 機関砲などがある。これらの機関砲は単方針で、車両や航空機、あるいは艦艇などに積載される。通常、機関砲は、発砲時に発生するガスや反動を利用して、ボルトを前後させ、球弾、発砲、ハイサヤのサイクルを繰り返し連射するが、不発射弾やジャムにより、 連続発砲不能になることが弱点である。これらのガス圧式機関法では、この不良実縫を手動で強制排出させる必要がある。しかし、戦闘車両や航空機の外部など、直接操作し難い場所に取り付けられているものは、不良実縫の度に入り、サやレバーを操作するわけにもいかない。そこで、モーターなど動力源で、ボルトに連結したチェーンを駆動させて連射する。 外部動力式の機関砲として開発されたのが、チェーンガンである。この方式だと、不発射弾はそのまま他の正常に発射された弾丸の空薬莢と同様に強制的に排出されるため、連続射撃不能になる原因の一つが取り除かれ、連射が中断する危険が大幅に少なくなる。また、発射間隔を一定の範囲内で調節することも可能である。 様々なマスメディアで、本校で述べている、チェーンガンの存在や構造をよく把握していない記述が見られる。ガトリング砲などとの混同では、映画、プレデターが関係しているという説がある。20世紀フォックスが制作した娯楽アクション映画の、プレデターには、ヘリコプター搭載用の M134 ミニガンを、携帯式に特別改造した、撮影用プロップペインレスガンが登場した。 この作品では圧倒的で派手な同獣器の威力も人気を集めたが、この派手な携帯書きは後に様々な漫画、アニメコンピュータゲームなどの娯楽作品にたびたび登場している。しかし、プレデターが日本でテレビ放送される際、翻訳担当者がミニガンやガトリングガンという迫力に欠けたり、小難しい言い回しを避け、当時アニメか何かで チェーンガンという言葉が流行しており、それに影響を受けこの名称を採用した。担当者が語訳に気づいたのは放送された後であったが、この誤りが後の作品などに影響したのか、それら作品内で登場する携帯式ガトリング砲がチェーンガンと呼称されるケースがしばしば見受けられている。中には外部動力で、球団、装填、発射、はい。 鞘を行うすべての機関法がチェーンのように一連の動作を連続して行うためにチェーンガンだと誤解している解説すらあり、これはその手の娯楽作品内やインターネット上にとどまらず一般に流通している印刷媒体にも見られる点で注意が必要である。なお、プレデターでのご訳以前にも太陽の牙ダグラムや装甲機兵ボトムズといったアニメ作品で設定上に 同様の混同が見られるため、こちらが原因だと考える説もある。また、コンピュータゲーム中での御用例としては、世界的ヒットとなった FPS ゲーム、ドゥームシリーズでは、外見は明らかに、ガトリング砲であるにもかかわらず、チェーンガンと表示される武器が登場している。同作品の御用との関連性は不明ながら、ヒット作であるため、これが、 後発作品に影響を与えた可能性も挙げられる。ありがとうございます。